今回のサバイバル企画は超危険。釣り具やテントはもちろん、食料の持ち込みも厳禁。決死のサバイバル生活。メンバーには2時間に一度物資が支給される。果たして届いた物資だけで生き延びることはできるのか。その名も、届いた物資で生き延びろ、2つ3日サバイバル生活。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の夕食は何を食べましたか？コンソメスープだけで。これカルピス飲むな。カルピス飲むなよ。俺らの前でね。飲まないでもらえます。あ、初めてだね。夜ご飯スープだけっていう。初めてです。でもね、味は結構美味しかったね。お、クワトだ。うわ、え、俺の顔に当たってどこ行った？味は結構美味しかった。味は美味しかった。味は美味しい。味付けとかはどうでした？僕がやりましたね。コンソメと、はい、塩と胡椒を入れて、はい、コンソメと塩と胡椒とシーチキン。え、ちゃんとお湯は沸きましたか？お湯沸きましたね。え、待って、え、キモない。え、それ、え、本当何、あれ、俺らがさ、うん、めっちゃヒートな食べ物の話してるときに、うん、なんかすごいガチでボリュームのある、なんか何食ってます？ちなみにあれはですね、あんかけ焼きそば。いや、北海道限定のやつじゃん。ええ、まだせこくない？待って、やばい、めっちゃ腹減ってきた。やばい、俺も待って、これやばいわ。待って、これやばいね。やばくない？いや、だって俺と京也なんて、もう腹減りすぎて、魚、石で取ろうとしてたからね。石投げで取ろうとしてたから、俺。え、うまくない？俺。結構うまかったと思うけど。いや、でも、無理か。取れました？取れねえよ。え、マジか。うわっ、うわっ、うわっ、あいつ人間じゃねえ。ユースケ、やばい。ユースケ、あいつ人間じゃない。待って、やばい、待って、あ、やばいね、これは。ちょっとキモくない？待って、おかしい。ユースケ、食え、うわ、地獄やん。待って、まだある。え、待って、ん、何、次は何だろう。カニカマサラダ、ちゃんとしっかりサラダとあんかけ焼きそばの、やばい、ちゃんとね、主食とサラダも。俺も今さ、ダイエットしてるけどさ、うん、食べれるダイエットだからさ、ちゃんとあの野菜とかは食ってるからさ、今日何も摂取してないからさ、きつい。しかも正直、俺たち昼飯も食ってなくない？今日食ってないもん。食ってない。チョコとスープのみ。固形物は。チーチキンもね。チーチキンもほぼなんか。チーチキンなんてさ、これ3人でわけだからほぼ食ってないもんよ。今日やカルピスなんだ。カルピスで流し込んでやがる。殺す？一回ユスクさん。ここだったらバレない、海に捨てれば。殺しましょう。サイコマすぎる。なんかしたらくれるとかないですか？あー、一口。うん。なんかしたら一口みたいな。僕を笑わせてくれたらいいですよ。誰から行きます？じゃあ、ギスさん行きますか。いいですか。じゃあ、行きます。木村祐介の渾身一発ギャグ、行きます。行きます。まずはしゃがむ、しゃがんでからのループループ。あ、惜しい、ちょっとニヤッとした、一瞬。してないと思う。あ、次。選ばれたよ。指名されたよ。指名入りました。ちょっと行きます。めっちゃうまそうに。よっしゃー！おい、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 
俺の勝ちだ。これは俺の勝ちだ。これは俺の勝ちだ。これは俺の勝ちでした。ゆうきさん。完璧に当たった。やったー。やばい。自分のお腹使って笑いとるだけさ。まあ、ギャランで見せて笑いとんねん。俺は、仲間思いなんで、うん、一緒に食べよう。えぇ、キヨさん、いいんすか。はい、うわ、はい、うわ、うわ、うわうわ、やばいね、吸ったね。じゃあ、まあね、一口なんでね、ちょっとしかあげれないですけどね。ゆきさんも、じゃあ、え、マジ、いきますよ。いいんですか。じゃいただきます。ごめんなさい、ちょっと。あ、ふうふうね。あ、なるほどね。ガチでうざい。うわ、いました。しかもめっちゃ腹立ったのが、匂いまで来たんよ、今。もう、吸った時の。匂いまで来てたんよ。うん、分かってでもうざい。無意識にギアセカンドになってる。ありがとう。おい、ありがとう。こいつやべえぞ。おい、チョコもね、こいつくれてないのに、焼きそばもくれてないから。危ねえよ。おい、こんな柱で腹で獲得しやがって、お前焼きそば。おい、こんなんで獲得しやがって、お前食えると思ったか。うざすぎるて、うざすぎるて。この世で一番うざい。おかしくないぞ、頭がおかしくなる、こんなんされた。うるさなって、うん、でもう今食べたすぎてよだれめっちゃ出てたの今。ごめんごめんごめん。てかさ、一口って言われてんのに4口ぐらい食っとる。こいつめっちゃ食っとるやん、マジクズ。あげると思ったから。サバイバルだね。それ以下のクズ。サバイバルだって。もうクズです。サバイバルだって。ああ、もうやばいよ、すごい。人間じゃない。お前が人間じゃない。ギリギリまで。もうほんとよだれが出るまで。いや、よかったよ。やって、うん、さっきまでお腹減ってないって言ってたけど、今めちゃめちゃお腹減ってる人誰だ。お腹減ってる人誰だ。お腹減ってねえし。よだれ垂らしたの誰だ。よだれも垂らしてねえし。本当に食べれると思ったやつ誰だ。こことかにいねえし。なんで最後追いかけんねん。なんで最後スタッフに俺追いかけられんねん。僕は空腹をね、ごまかすために水たくさん飲みたいと思います。プッシュサバイバル。はい、じゃあね、1日目終了でございます。はい、疲れた。疲れました。マジ疲れた。まあ雨とかも降って、まあイレギュラーなことありましたけど、うん、まあなかなかね、まあ、充実と言いますか、まあ、夜は確かにガとかがね、あのすっごく多いの。多いっていうか、なんかでっかいガが、やばかったね、めっちゃいる。多いからちょっとキモいんだけど、うん、まあ、日中はね、なかなか充実したんじゃないですか。いや、してた。まあ、とりあえず明日もう早いみたいなんで、ああ、まあ、僕たちももう寝ましょう。もうそろそろ寝ますね。寝床で寝て終了ということで、はい、いいでしょうか。はい、ウィス。はい、じゃあ1日目終了でございます。ありがとうございます。はい、おやすみなさい。物資サバイバル。じゃあ一日お疲れ様でした。明日もお疲れ様です。明日もよろしくお願いします。はい、絶対早く起きるんだけど。いや、俺も多分100早く起きるわ、ね、寝れるかどうか。気入ってくるもんだって。いや、でもゆずくさん、うん、想像してごらん。なに、明日の夜もマジでやだ。うわ、なんかそれ聞いたらすげえ嫌になった今。今日一日耐えればいいやと思うじゃん。耐えればいいやとか見ないじゃんね。また明日もこの景色を見ることになるの。いや、地獄っすね。おやすみなさい。いやいやいや、ゲームする。いや、寝ないんかい。いやいや、ゲームしない。いや、いいよ。いやいやよ、はい、この岩上から落ちてくる。
いやいやよ、はい、寝てるとき口の中にガーガー入るいやいやよ。寝ますか、じゃあ。いや、そうですね。はい、いや、じゃあおやすみなさい。おやすみ。終わった。ゆうすけさん終わりました。俺もだ、やばい。ひくち、なんでやばい。何でしょう。終わったんだけど、膨らんでんだけど、めっちゃそこだけ。もういっぱいするやばくない。唇痛い。で、俺も痛いんだ。うん、ここ刺されてるでしょ、うん、めっちゃ痛い。初日にして終わりました俺。いや、俺もね。やばくない。てか、ガチナエルは。ナエル、ね、顔、俺顔刺されすぎてやばい。え、マジなんかくちばしみたいになってんじゃん。砂肝くらいなんだけど。美味しそうだもん。砂肝じゃない。美味しそう。美味しそう、そう言われてみたら、ね、コリコリしてて美味しそうだよね。